はい、失礼いたします。タンポポ農家の中田と申します。よろしくお願いいたします。今脱退さんの、ね、名簿を拝見してて、実は私も町大の卒業生です。修了生ですかね。で、町県 の、 環境部会の方に所属しております。で、今お話ありましたけれども、なかなかやっぱりやりくりしていけなかったりして、もうほとんど席だけ置いてるような状態になることも多いんですが、でもやっぱり知ることも大事で、それでも受け入れていただいてて、いろんな情報交換をしながら行ける時には行かせていただいてという、無理なく続けていくことが大事なのかなというところで参加させていただいています。で、トップさんにもお世話になっていて、これ何回目ですかね、28年の時、実はうちも車椅子を頂戴しています。で、裏面を見ててね、そうだな、うちも改修して、やっぱりこういったところでもね、参加したいなというふうに改めて思いました。いろんなところと関わりを実は持っています。で、前後しますけれども、うちは障害者の方の通所支援施設になっておりますが、その支援をするところのお手伝いということではなくって、地域交流ということをやっぱり主に考えております。で、ボランティアさんの担っていただく役割というのは非常に大きくって、地域の窓口になっていただくことが非常に多いんですね。で、うちからも出向く、で、外からも来ていただくということで、いろんなイベントをしたりとか、クラブ活動の時に後ほどいただこうと思いますけれども、地域のボランティアさんが例えば手芸でいろんな講師として来ていただいたりとかで、一緒に体を動かしたりとか、一緒に楽しむというところがすごく大きいので、本当にいろんな切り口で皆さんの持っていらっしゃるお得意な部分を披露していただいて、一緒に活動していただけたら一番嬉しいなというふうに思います。ちなみにタンポポ農家ご存知の方いらっしゃいます？さすがに知名度はまだまだだと思うんですけれども、うち、ですね、平成25年の1月1日に指定を取っておりまして、細々と山本のちょっと僻地っていうところへちゃうんですけれども、ちょっと行きにくい場所にありますけれども、これを機会にぜひ覗きに来ていただけたらと思います。今後あるイベントのご案内をさせていただきますので、後ほどぜひブースの方でお話を聞いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.